皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。えー、なんかいろいろ大変な2週間でしたですね。まあ、日本銀行の発表等がありました。はい。えー、今回はですね、えー、こんなようなお話をしてまいりたいと思いますが、まあだいぶですね、我々の国により外国人の方が観光等に来ていただいて、まあ、インバウンド需要が拡大してますねと、まあ良い影響ですよね。 まあこの辺から入りましてアメリカはちょっと物が売れなくなってるなとかはいで為替はそれについてどういうふうに動いてるなとかあとは財産税の質問が多いのでその辺も今回はお話をしていきたいと思っております。えー、金貨系はまた5つってことこですね、はいでえー、1月18日に日本銀行の金融政策決定会合結果が出まして。 変わらずと無風という形になったんですねそしたらですね10年国債の利回りが0.5%ぐらいで張り付いていたものが瞬間ビュッと上がってたんですけどあっという間に昨日金曜日は0.348ぐらいまで低下まあ海外勢が山のように買ってたんですけど、えー、ぶん投げたなんていうことで。 あの利回りが低下しているそんなような状況になっていますまあ動きが激しいですよね。はい、で為替、えー、の方なんですけども今半年間で見ますとこの位置とこの位置をつないだ線とまあこことこの辺をつないだ線の間をぶれながら円高に向かっている状況なんですね。えー、ここに書きましたけども 上が131円台ぐらい、えー、下は123円ぐらいまでの幅の間を動いてると、まあ、いう状況になってまして昨日金曜日も130円60銭台ぐらいまで戻ってましたが終わりは129円50銭台578銭みたいなとこですのでまあ結構ねブレるただ、えー、一定のゾーンでブレてるっていうのが分かるんじゃないかなと思います。 で3年間で見ますとこれ前からお話ししている通り115円から始まったものが115円前後に戻るんじゃないかというふうに考えておりまして日銀がですね3月10日4月28日と3月10日は黒田さんの最後4月28日は新しい総裁の最初なので。 まあこの辺りでねどういう発表が出てくるかっていうところが為替を大きく動かすんですがうんまあえ解除をするとね方向性を解除していくっていう方向へなっていくとまあちょっと円高になりやすいかなという感じがしております。はい、で、えー、そうは言っても私自身は前から申し上げておりますが。 262円から始まった今回の円高がダブルボトムで262円に戻るというふうに考えてましてもう20年前からずっと同じこと言ってるんですけどということはここから訪れる春からゴールデンウィーク前後ぐらいに訪れる円高の局面はドルを買う大変良いチャンスになっていくと思っています。円台ぐららいからね 徐々に円高になっていくところを丁寧にお買いになり115円前後である程度まとめてお買いになったりすると次の嫌な円安に備えるってことができるんじゃないでしょうか是非、えー、2時間の本編でももっと何倍も詳しいデータ情報をお伝えしておりますので一度ご覧になってみてください。えー、引き続き続ご視聴のほどよろししくお願いいたします